暑い。歩いてきて、シャワーを浴びてきて、4時半でございます。パティモス協会でございます。というわけで、もう本日夕方の部始まります。本題は、春巻きと、鶏皮。はい。そして、つみれみたいなやつ。で、包んである野菜のやつですね。肉巻き。ってことでもないけど、つみれ野菜巻きみたいな感じでしたね。で、これいきます、今日は。よし。熱っ。炭酸水で割るだけ。10杯分とかで割れる。10杯は絶対無理でしょ、これ。これ10杯分でしょ。何杯分これ。え ?10 杯はないんか、さすがに。あっきりと。何杯分わからへんわ。氷は山盛り、レモンサワーの素を注いで冷えた炭酸水を割る。何回分だよな、うん、まあ濃さで変えろっていうことかな。でもこだわりは濃い馬やったら、濃くで飲まなあかんやったら、それなりの数しかできない。多分10回分じゃないのこれ、多分分からんけど、暑いわ。よし、とりあえず乾杯。うめ、唐辛子いくわ。いやもう歩いてきたし、一日終わった感じするわ。完全に終わったな。唐辛子たっぷりかけてだろう。はい、いただきます。鶏皮でございます。うん、うん、うん、牛とトラ見終わりました。なんか全部読んでたはずやのに全然覚えてなかった。あんだけ詰まったやつだっけって感じでしたね。この後の歩みをカラクリサーカスとか俺全く読んでないのよ、コミックも。一応アニメやってるみたいね。でもなんか不評みたい。結構不評みたいね。原作をバカにすんじゃねえぐらいの。ほら。どうなってんだ。接触が。なんかえらい端折ってあるみたいね。全30何巻か40巻ぐらいあるのに35回ぐらいで終わらしてるとか、なんかそんな感じのノリやったっぽいって。それ息は一冊もあんないよな。うん、春巻きうまい。まあそのうち汗引くでしょう。今ね結構連載じゃないけど、テレビでやってる盾の勇者の成り上がりやったっけっていうアニメね、私第1期見たんですよ。今なんか2期やってるみたいなんやけど、2期で完結すんのかな、どうねえの。新潮勇者も見たいんだよな。新潮勇者やってくれへんのかな、続き。新潮勇者なかなか面白かったけど、新潮勇者続きないんかな、いろいろね。うん、続きやってほしいのあるよな。リゼロは終わったある程度は。どうねんの、リゼロね。うん、おいしい。うん、熱い。
も最近本当にゲームをやらなくなっちゃってね。エルデンリングもね、3週目入ってたんですけど、完全に熱が冷めた。このライカの用意。何やねんお前。すげえ調子悪いんだけど、こいつ。どこの問題だろ。接触がなかな。どこの問題。どっちの問題だ。何が問題か全然わからない。これ触ってなかったら接触だけの問題か、触ってなかったらついてそうなもんやのにな。なんか振動とかそういうので接触がくっついたら当たりちゃいしてるのかわからんけど、でも違うっぽいもんな。寿命かな。うん。何の話だったっけ。まあ、なんかやってないかなみたいな感じだね、今最近ね。アニメがね、もうね、ほんと前も言ったけどね、アニメがね、見やすいんですよ。もうドラマとか映画とかで結構し、結構ガーッと見なあかんでしょ。あれがしんどいのよ、私。まあ、ほんまアニメ好きやけど、アニメ好きやけど、アニメの方が見やすいっていうだけだよね。あと、人間のドラマ、人がやってるの見ると、白々しいとか、うさんくさいとか思ってまうから、アニメっても関係ないやん。通じ妻とか大将追ってなくてもむちゃくちゃ設定もええけど、人間がやるとね、俺無理なのよな、なんかな。だからアニメの実写化とかもね、やめてほしい。ワンピースが実写化なんでしょ。絶対こけるでしょ。うん。絶対こけるよな。アニメの実写で成功した自分だよ。ヒューマンドラマ系ばっかりとかでしょ、多分。ね、あのファブルみたいなのもまあ面白かったし、藤原竜也が出てるカイジとかね、デスノート。ああいうの面白かったけど、ちょっとなんかあのファンタジー感とか、そうだね、もだいたいこけるやん。進撃の巨人あかんかったでしょ、ドラゴンボールもじゃなかったでしょ。なんやろな、ああいうなんでダメなやつ。もう大体ダメじゃないの。ダメなやつの方多いんじゃない、実写して。実写してうまいこと言ったやつあんのかな、そういう壮大なやつ。規模のでかいやつね。うん。ワンピースは 100% こけると思うけどな。あれ成功したらびっくりするよな。でもなんでやんやろ。マーベルみたいなやつは多分いけると思うよ。多分ね。アメコミって割に合ってても、バットマンとか、そういうの実写に追ってるんだと思う。でも壮大なやつはあかんでしょ。うん。でもみんな絶対いけると思うけど、ワンピースなんか絶対いけへんやろ。あれでも人間がいいんじゃ、しらじらしすぎて。うん。あ、でもハリウッドとかどっか知らんけど、あのネットフリックスのデスノートはしょぼかった。しょぼかったな。アメリカ版やと思うからね。あれはしょぼかったな。藤原竜也のもうデスノートの100分の1も面白くなかった。いや、藤原竜也とかね、小栗旬とかね、山田孝之とか、やっぱすごいよね。カーテンヒラヒラしてるけどすごい人なんやなと思うな。うん、やっぱね、偉大な役者ですよ。うん、うん、まあというわけで、この後何見るかまだ分かりませんけど、ダラダラしたいと思います。巻き棒が乗れば締めまで言いたいと思いますんで、また後ほど、もしありましたら
お立ち寄りくださいませ。というわけで皆様、本日もお疲れ様でございました。私も明日から働きますので、お互い頑張りましょう。ほな、あっち。